はい、どうもこんにちは、のなゆです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は数三の複素数平面の複素数平面における垂直と平行条件に関する定理ですね。まあ公式って言った方がいいかもしれないですね。1番と2番の番号ちょっと振り忘れてます。垂直条件が最初に来てて、で2番目が3点、原点と Z と W という点が一直線上にある条件ということですね。まあこの月を示せということなので証明問題なんですけど、これは普通に公式として使ってもいいかなと思います。覚えておいた方がいい公式の一つでもあります。覚えてない人の方が多いと思うんですけど、こういうの自由に使いこなせることが複素数平面での幾何的な問題を解く上で非常に優位に働くので、まあ動質も含めてね、覚えておくことをお勧めします。しかもこれ使いこなせるといいと思いますね。次回、まあ今後ね、その複素数平面を使ってシムソン線の定理の証明とかを考えているので、まあ、そこで使ったりもすると思いますんで、ぜひこの条件ね覚えておいてください。はい、それでは1番からやっていきます。1番は、Z と W が、まあ、原点から見てちょうど直角になってるっていうことですね。これでもちろんその直角はこの90度回転だけではありません。プラス90度回転だけではなくてプラスマイナス90度回転ですね。負の方向に回転したものももちろん、直行するので、プラスマイナス90度回転っていうのは、プラスマイナス i 倍ですね。ただし長さが同じとは限らないので、さらに、長さ k 倍を考えて、かける、k 倍とすれば、一致させることができますよね。適当なその k という実数を取って長さを調整して、その z の絶対値と w の絶対値の比を k とすればいいわけです。だから、z の絶対値分の w の絶対値を k とすれば、w の絶対値に合わせることができるので、まあ結果的に、プラスマイナス ki 倍をかけることで、w になるってわけですね。つまり1番の式は、W はどうやってかけるかっていうと KI 倍の Z と、まあこれにプラスマイナスつけて全然構いません。ただしプラスマイナスって K 自身取れば、実数に取れば別に、問題はないわけですよね。プラス K に取ろうがマイナス K に取ろうが同じことなので、こういうふうにしとけば、IZ で割ってあげれば実数になります。こうやってね。そうすると、実数の条件というのは、その共約複素数と等しいということですから、iz 分の w と、iz 分の w の、バーが等しいということになります。で、これはバーを、一つ一つ崩すとマイナス iz バー分の w バーとなりますね。i のバーっていうのはマイナス i なので。ここでマイナス i 消えちゃえばいいんです。i を消しちゃいます。そうするとマイナスだけ生き残って、z と zw を掛け算すれば、wz バーイコールマイナス zw バーとなりますね。で、移行して wz 足す zw バーイコール0という式になって、まあ、この目的の式ができるというわけです。同じ式ですね。今順番が変わってますけれども同じ式ですよね。ZW バー足す Z バー W って書いても同じ式なので、これで証明が完了しています。いいですか。はい、じゃあ2番に行きます。2番は一直線上にあるっていう条件ですね。まあ、これは、ベクトルと同じ考えでいいと思います。W は、k 倍の i という、k 倍の z って書けるってことですね。実数 k を用いて、一直線上にあるんだったら、マイナスも込めて、これ逆方向向いてますけど、この場合は k マイナスになるってことですね。例えば、2分の 1z だったら、この中点になるわけじゃないですか。2分の z。2
2倍の z だったらちょうどここを2倍に伸ばした 2z ってなるわけじゃないですか。でマイナス z だったらちょうど 逆の方向にマイナス z っていう点があるわけじゃないですか。だから実数倍すればその z の方向が伸びるわけで、w は k 倍の z っていうふうにかけてるというわけです。実数 k を用いて k 倍の z ってかけるってことは、まあ、さっきと同じように、z で割ってあげれば z 分の w は実数ってことですね。z 分の w は k になって実数ということになるので、さっきと同じ要領で z 分の w イコール z 分の w のバーと。でこれを分ければ z バー分の w バーになって互い違いに zzw をかければ、zw バーイコール z バー w という式ができるというわけです。これ全部同値円形です。いいですか？で、これが証明ということになります。言ったって簡単ですよね。別解として、以前紹介した、そうですね、こういう方法もあるということをもう覚えておいた方がいいかなと思います。で、一貫消しますね。z イコール a たす bi として、それから w を c たす di とするときに、 z と w バーのこの内積に相当するものですね、まあ一次元の内積ってのはあまりあんま考えることはないと思うんですけど、これエリメイト内積と呼ばれているものです。で a たす bi と c-di の積を取ったものですね。でこれ、展開して計算すると、AC プラス BD、それから、ここマイナスに取りましょうか。ここをマイナスに取って AD マイナス BCI と。という形になりますね。で、ここの部分ってちょうどその内積に相当するんですよ。AB ベクトルと、つまり OZ ベクトルというのを普通の、まあ、実数の平面で見た時のベクトル AB と、それから、OW ベクトルを普通のベクトルと思った時の、ちょうど内積に相当するわけです。で一方この AD-BC というのは何に相当するかっていうと、まあ二次元の外積ですよね。まあ平行四辺形、このOZ と OW、OZ と OW で貼る、平行四辺形の符号付き面積ですね。の、符号付き面積です。だから、ま、もちろんマイナスになることもあります。普通は絶対値をつけるわけです。 S イコール2分の1、まあ、三角形だったら2分の 1AD-BC みたいな公式がありますよね。で2分の1をつけないと平行四辺形の面積になるわけです。ですか？でまあこれ実部が0っていうことと直交してるってことは同値ですよね。だからこれが0になるってことは、その OZ と OW が直交してるってことに他ならないわけですから、内積が0ってことなんで、つまり実部が0っていうことは直交してる条件というのはリアルパートの ZW バーが0ということと同値ってことですね。実部が内積になるので、内積が0っていうことと実部が0っていうことが同値で、これは2分の ZW バー足す ZW バーのさらにバーつけたものなので、これが0ということと同値で、結局 ZW バー足す Z バー W が0ということと同値になるってことが分かりますね。まあ、こう考えてもいいかなと思います。それから3点が一直線上にあるっていうのは、この今度は虚部の部分が0ってことですね。
イマジナリーパートの ZW が0っていうことが、平行四辺形が面積が0ってことは一直線上にあるってことなので、このイマジナリーパートが0ってことからこの式が出てきます。イマジナリーパートって、どうやって出すかっていうと、もともとイマジナリーパートの Z って言われたら、2i 分の Z マイナス Z バーなんですね。なんで、まあ、分子だけ取り出して、ZW バーマイナス ZW バーのバーが0ということで、結局 ZW バーイコール Z バー W という式が出てくるというわけです。まあだから、同値な条件はこのエレメント内積を考えることによっても、この内積を考える、この積を考えることによっても、実部と虚部ですね、この実部に相当するのが内積なのでそれが0でこの条件も出てくるし、虚部が0っていうことで一直線上になる条件が得られるというわけです。まあそういう方法もあるけれども、最初にやった証明の方が簡単なので、まあ、そっちをしっかり覚えてもらって、これを使いこなせるようになった方がいいかなと思います。この、公式は、まあ、あまり教科書には載ってない公式だと思いますけれども、垂直とか一直線上っていうのはよく使うことなので、まあ、複素数平面上で考えることができるようになるので、こういう公式をしっかりと覚えてるとね、積極的に、まあ、覚えていただいた方がいいかなと思います。まあ、その具体例として、公式の証明、シムソン線難度の定理の証明なんかに、使っていきたいと思っています。まあ、今日のところはね、以上で説明はありますけれども、応用があるのでぜひ覚えてみてください。今日の授業は以上です。ご視聴ありがとうございました。